ポントススヴェングスタッフ・ヤンソンは、スウェーデンスコーネ県、アーロフ出身のプロサッカー選手。スウェーデン代表、ブレントフォード FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブでプレーを始め、2006年に15歳で、丸目 FF のアカデミーに入団した。2009年にプロデビュー。2014年4月、フリーでトリノ FC に加入することが発表され、 7月に正式に入団した。2016年8月、買い取りオプション付きのレンタルでリーズユナイテッド AFC に加入。すぐにレギュラーに定着し、2016年12月のチャンピオンシップ月間 MVP に選ばれた。2017年2月、350万ポンドでリーズに完全一席。3年契約にサインした。2019年7月、 ブレントフォード FC へ3年契約で移籍。各世代でスウェーデン代表に選出されている。2011年6月2日に行われた U-21 ノルウェー代表との試合ではキャプテンマークを巻いた。2012年1月、スウェーデン代表候補を集めて行われたキャンプに参加した。1月18日に行われたバーレーン代表とのトレーニングマッチで A 代表初キャップ。 UEFA ユーロ2016ではメンバー入りしたものの出場機会はなかった。ありがとうございます。